青池十二湖は青森県西津軽郡深浦町にある複数の湖の総称である。白神山地の一角で津軽国定公園内にある。系統上の池十二湖周辺の空中写真。1975年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 写真右端で見切れている岩肌が宝山。写真左中央に見える白い岩壁が日本キャニオン。十二個を構成する、これらの湖は1704年の野城地震による崩れ山の崩壊でせき止められた川から形成されたのではないかと推定されている。十二個という名称は広大なブナの森に点在する33の湖床が大崩れから見ると、 故障数が12に見えるということに由来するとも言われているが、詳しくは分かっていない。ただし、偶然にも面積が1万平方メートルを超える故障数は12となっており、面積が1長部を超える故障数も同じく12となっている。近隣には、うなばやしが密集し、それらの水分の含有量が多いため、自然の作った水桶あるいはダムのようであり、しかも、 自然の浄化装置を持つとでも表現できるほどの水質の良い水が各所で湧き出している。海抜約250メートル付近の大地に点在する湖の総数は約30あり、それぞれ透明度は高い。大正6年発行の陸軍測量部5万分の1の地形図には、この地方の特に越口の池周辺を7つ池と記している。 現在はこの名称は使用されていない。大町慶月は、十二個を訪れ、山の中三十三個紅葉かなという句を詠んだ。大正十一年十一月七日から八日、大町慶月はこの地を訪れ、日暮れし、山の長望、古藩軍の夕闇、紅葉の残傷など十二個は、天下の帰還である。他日、必ず天下にその名を知られるであろうと称えた。 昭和28年、12個は県立公園に指定された。なお、12個より北に13個があるが、こちらの名前の由来は、アイヌ語が元となった13港であり、これらの名称に直接の関連はない。13個と区別するために、松上12個や津軽12個とも言う。ありがとうございます。